2000年以上前に考案されて今でも使用されている戦術射戦時について紹介していこうと思います。場所は現代でいうヨーロッパのギリシャです。厳しい教育という意味を持つスパルタ教育という言葉がありますが、その語源になったスパルタという国が当時ギリシャにありました。スパルタは軍事国家でした。子供が生まれたら未熟児だったり奇形児だったり健康ではない場合、崖から投げ落とすんです。その早すぎる試験を生き抜いた子供は7歳になったらもう軍事訓練を始めます。さらに大人になる試験として奴隷を殺したり奴隷の村に略奪に行ったり、もうむちゃくちゃです。このスパルタという国の市民である兵士と奴隷の割合なんですが1対20です。市民1に対して奴隷が20人。この奴隷を抑え込むほどの強さをスパルタの市民は持っていたわけです。このスパルタのヤバい逸話として、300人のスパルタの兵士を中心とする7000人が6万人とも30万人とも言われる、今でいうイランに位置するペルシャという国に戦いを挑んで2万人以上の損害を出した上に敵を何度も引き返させたという有名な戦いがあります。さて、こんなに強い国、これを倒した戦術があるんです。今日紹介するのはこのスパルタを倒した国、テーベという国ですね。ここのテーベを率いたのがエパメイノンダスという超有能な司令官です。レウクトラというギリシャで起こった戦いなのでレウクトラの戦いと言われてます。両軍はこんな形で陣取っていました。戦力ですが、テーベ軍が、重装歩兵6000人から7000人、騎兵が1500人程度でした。当時の重装歩兵はこんな感じでした。対するスパルタ側は重装歩兵が1万人から1万1000人、うちスパルタの重装歩兵が700人程度で騎兵が1000人でした。青側のテーベの兵士の配置ですが、実はこれって当時からするとかなり違和感がある配置なんです。兵士の武器に注目してほしいんですけど、彼らは右手である利き手に槍を、左手に盾を持っています。彼らが密集することでファランクスという体型を作ります。これは当時のギリシャだとかなりオーソドックスな陣形で、どこの国もこの戦術を使ってました。この陣形は左手の盾で左にいる仲間を守る陣形なんですね。自分一人だと完全にガードしきれないですが、自分の右手にいる人に助けてもらえるんですね。しかしこの陣形には一箇所だけ弱点があります。それが一番右側ですね。一番右側にいる兵士は誰にも守られません。ですので一般的にこの陣形では右にいる兵士ほど強く経験豊富な兵士を配置してました。赤側のスパルタもそれに倣って一番右に最強のスパルタ軍の主力を置いてました。左側にはスパルタの同盟軍部隊ですね。青側のテーベはなんと左側に全力を注ぎました。通常のファランクスは8列から12列で構成されています。それに対してテーベ軍は50列です。これだけでも異様な感じがするんですが、要するに左側に圧倒的な戦力を集中させたということですね。これの弱点は真ん中と右側がかなり弱くなってしまうと。当時テーベ軍の同盟軍はやる気が全くなく、逃亡している兵隊もたくさん出てしまっていたようです。それではこれでどのようにスパルタ軍を倒すのか、戦闘の経過を説明していきましょう。まず最初に騎兵戦が始まりました。この騎兵同士の戦いに紛れてスパルタの歩兵が横から回り込むように前進を開始しました。この時エパメイノンダス、テーベ軍の司令官ですね、彼が歴史を変えるような指示を出しました。左の主力の前進速度を速くして、このように上から見ると軍全体が斜めになるように前進し始めたんですね。
この体型ではだんだん弱くなっていく右側が敵にぶつかるのにかなり時間をかけられます。つまり左側で短期決戦しようとしたんですね。これが斜線陣と言います。さてこのような体型になった後にスパルタ騎兵が撤退し始めてしまいました。でどういうことかというと、当時はギリシャは騎兵はあまり重要ではありませんでした。スパルタは特に歩兵に重きを置いていたので、スパルタの騎兵はそこまで強くなかったようです。逆にテーベ軍は騎兵に力を入れていたので、数に勝るテーベ軍が撤退させることに成功します。この結果、撤退する騎兵によってスパルタ本体に乱れが生じてしまいました。味方のスパルタ騎兵が撤退に際して、味方の歩兵の中に突っ込んでしまったんですね。その隙にエパメイノンダス、テーベ軍の司令官がテーベ軍最強の部隊、新生隊というものを左に回り込もうとするスパルタ軍にぶつけました。この部隊によって回り込みを阻止することができたんですね。余談なんですけど、この部隊は愛の力があったんです。全員が同性愛者だったんです。本当の話で150組のカップルで構成された男性の軍隊です。漫画のドリフターズにも出てきたようですね。愛する人の前では無様に逃げ出したりしないだろう、愛する人を守るために死ぬまで戦うだろうという発想のもと作られた舞台のようで、実際に活躍したようですね。この新生隊の力と50列にも及ぶファランクスによってスパルタ王と指揮官が戦死してしまいます。その結果スパルタ軍の同盟軍も混乱し始め、右翼側の戦闘が開始される前に撤退を始めてしまったようです。この戦いに参加したスパルタ精鋭軍は半分以上が戦死。スパルタ同盟軍は戦わずして撤退してしまった国もあるようですが、合計5000人程度は死んでしまったようです。一方テーベ軍の損害はなんと350人程度。もうテーベ軍の大勝利ですね。何よりスパルタは王が戦死してしまったので政治が大変なことになってしまいます。この戦いで当時ギリシャで最強だったスパルタという国はその地位から転落してしまうことになります。やっぱり50列もあるファランクスだと先頭の兵士が死亡しても後ろの兵士がすぐに補充に入るんですね。なのでなかなかスパルタという最強の国でも打ち破ることはできなかったということらしいです。この戦いが生み出したものとしてすごく大きかったのが、この戦いは歴史を変えるものだったんです。この軍事の天才エパメイノンダスは後に別の戦争で戦死してしまうんですが、彼の戦略は当時テーベにいたマケドニアという国のフィリッポス2世と彼の息子のアレキサンドロス3世、つまり皆さんよくご存知のアレキサンダー大王に受け継がれます。このアレキサンダー大王は斜線陣をさらに発展させた戦略で世界を征服していくことになります。つまり彼がエパメイノンダスの作戦が世界を変えてしまったんですね。このアレキサンダー大王の斜線陣はさらに発展したものなので、また機会があれば紹介していきたいと思います。ちなみにこの斜線陣なんですが、第二次大戦のアメリカ海軍の戦闘機の体系でも使われているようです。2000年経っても使われる戦術ってすごいですよね。やっぱりこういう昔の戦術戦略とか見ると面白いですよね。一人のこの頭のいい人が歴史を変えてしまうっていうのがすごいですね。ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったら高評価お願いします。それではまた。おつ。